実際に核実験を実施する時期等について、予断を持って申し上げることは差し控えますが、今後、核実験の実施を含め、さらなる挑発行為に出る可能性があるものと考えていますし、米国とも緊密に連携しつつ、必要な情報の収集、分析および警戒監視に全力を挙げていくと,とともに、北朝鮮の完全な非核化に向け、日米日米間で緊密に連携をしていきます。